おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している、番組でございます。行き止まるかと思ったという、はい、はい、という感じなんですけども、はい、今日は、10月9日9日ですね。はい、はい、10月もね、もう9日に入ってしまいました。はい、はい、ということで、宣言が明けまして、そうですね、明けましておめでとうっていう感じで、はい、ということなので、はい、マテリアルもですね、これからね、いろいろとそうです、ね、頑張っていきたいなというところなんですけど、うん、今日ね、なんかね、ちょっとね、あのケツの座りがいつもとちゃうんですよ、うん、ね、ね、なんかちょっとこうふわふわしてるんですよね。そうですね、ふわふわしてるんですよね。はい、あの、最近入った、うん、あのマテリアルの、はい、ソファーで座って、ね、はい、お届けしている感じなんですけども、はい、ね、まあ、あのちょっとだけ座面が低いんで、うん、あのいつもとこのテーブルの関係がちゃうんで、なんとなくね、なんとなくテーブルが高く感じるのと、うん、あとあの、これね、こうちょっと深くいくと、うん、もうこうなってまうんですよ。くつろぎ、そうそうそう、で今日はこんな感じでってお送りするとちょっとすごいしんどいんで、ちょっとケツの位置前出して逆に緊張した感じなんですよね。まあまあ、あのいい感じかなという感じです、はい、まあまあ、でもあのこれがね、営業始まりますと、はい、上映会なんかでも、活躍しまして、もうゆったりとですね。そうですね、ね、やっぱり上映会ですね、ね、上映会をやりたいですね。まあ、空いてる時とかも、うん、まあ、自分で、うん、まあ、映画見るとか、はいはいはい、まあ、そういうこともちょっと時間が空けば、ね、はいはい、やっていきたいなと思ってるんですけど、ね、そうですよね、まあまあ、ここ本当にあの、はい、もう高橋さんが、うん、あのシネマコミュニケーターの高橋さんがものすごいこうお気に入りで、あのかなりしょっちゅう来てますよね最近。はい、あのなんかあのネット試写ここで見たいねんけどみたいな感じで結構使っていただいてたりとかするんですけども、うん、はい、なので、まあ、もちろんそのイベントとしてもね、はい、やっていくんですけども、個人的にねやっぱりちょっと大画面で見てみたいなという方は、うん、そうですね、そっちの方が使いやすいんじゃないですか、ね、今ね、まだイベントはね、こう人が呼べるか呼べないか微妙なところじゃないですか、はい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 、呼べますけども気を使うみたいな、ね、はい、そう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 、うん、まあ、気使うし、そうそう、そのタイミングが難しいんですよね。そうなんですよ、あのイベントってどうしてもその告知のこと考えるからちょっと先になるんで急にはできないですからね、うん、そうすると1ヶ月前手前とかで決めたけど、ギリね、ね、ギリでもね、ね、はい、で、1週間ぐらい前にポシャルみたいな、はい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 、もうありえますか、ね、数々今まで起こってきているので、うん、我々もその辺をですね慎重に見極めながらやってる感じなんですけども、ね、はい、なのでなんとかねその滑り込みセーフででもいいから、あのカムイ映画祭りを、はいはいはい、実現したいなと思っているんですけれども、うん、施設はありますから、設備はありますから、そうですね、はい、タイミングだけかなと思ってるんで、はい、カムイの3作品を、うん、皆さんにお届けできればなと、はい、いうふうにも思ってますし、また皆さんも、うん、なんかあれみたいなこれみたいなっていうのがあったら、そうですね、でここへ来て借りていただければ全然 ね問題ない、そうですよね、はい、あの、はい、DVD でもブルーレイでも見れますし、自分の好きなもの見ていただければ、はい、はい、でパソコン持ってきてつないでいただけば、そう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 、パソコンの画面で見るやつをここで見ることもできますからね、はい、そう、いけます、はい、パソコンで勉強してもいいです。ああ、そう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 、大画面で勉強。一人で。それ大丈夫かな。それ大丈夫かな。結構目疲れるから。まあ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 。はい、いろんな使い方が、そうですね、はい、可能性がありますので、うん、ぜひ皆さんで可能性を追求していただくという感じでございます。はい、けれどもですね、はい。今日はですね。はい、まあ久々に、ほんまに久々やねん。あのありかなしか。うん。あのほんまですね、ここのとこずっと、うん、ほんまですね、なんかね、あのプレゼンなしだったんですよ、はいはいはい、あのまず最高の時は、はいはいはい、あの最高のそのニューアルバムの、うん、お話で、ま、ありかなしかなしでしたし、でその後のあの911のシリーズ2回連続で関係なしみたいな感じで、その後も、はいはい、シスター K の自分を忘れてしまったというやつで、はいはいはい、代わりに僕が大学 あの講義の話をさせてもらって、でその後が70回記念で、はい、みんなで振り返ったということで、うん、なんとですね5回連続で ありかなしかがなかったという、はい、なしだったという、はいはい、ことだったんですけども、うん、今回久々に、ありかなしかが復活いたしますということで、はい、今日はですね、はい、なんとですね、はい、こう復活にふさわしい、とある、俳優さんが復活する映画なんですけど、はい、東出昌大さん、はいはい、ね、ちょっと
ちょっとお休みされて、はい、ようやく今回ですね映画に出演されるわけなんですけど、はいはい、草の響きという大阪芸大出身のね、はいはい、あの監督がですね、斉藤久志監督という監督がいらっしゃるんですけど、はい、この監督が、その草の響きという、ね、これ函館を舞台にした、映画なんですけれども、はい、これをですね、監督されまして、でその取材に私行かせていただきまして、うん、インタビューを取らせていただいてます、はい、で、まあ、またあのインタビューを見ていただいて、はいはい、丸か罰か、うん、判断していただこうやないかと、はいはい、いうやつなんですね、はい、うん、ということでございますので、はい、みんなで見たいと思うんですが、はい、それでは判定員の皆さん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでということでですね、はい、はい、判定員、今日はこの3人でございます。はい、はい、なんかいつもと違うなとかっていうのは、まあ、気にせずに、そうですね、はい、行きたいと思います。久々なんでね、はい、ということで、久々のありかなしかですね、はい、行きたいと思います。はい、このプレゼン、ありかなしか、スタート。はい、それでは、斉藤久志監督です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、草の響きという、作品ですね。簡単にですね、草の響きの、あらすじを紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。函館に住んでいるんですが、東京に一度出て、まあ、自律神経失調症という、ちょっと精神に、異変をきたしたある男が、結婚している夫婦なんですが、の旦那さんが先生に、走って直せ、走るといわゆる医療運動療法というのがありまして、はい、走れと言われて走って、それで直していくってだけの話なんですが、基本的には何ですかね、はい、夫婦とか友人とかのいわゆるその関係性にどっかでこう不が生まれたっていうか、具体的に何かが起きてるんじゃないんですけど、はい、それをからこうちょっと精神を病んでしまった男の再生の物語と言ったらいいんですかね。すごいある意味リアルやなと思って見てたんですよね。佐藤靖さんっていう、はい、小説が原作者なんですけど、はい、彼が実際そういう風になってた時のことをモチーフにしている小説を原作にしているっていうことではあるんで、まあ、ある種彼が書いている世界なんでリアルといえばリアル、その周りで関わっている人たちの難しさっていうのもすごい表現されてて、奥さんなんて本当にね、あの奈緒さんがされてる奥さんなんて、はい、やっぱり自分が悪かったのかって、自分に責任をやっぱりこう求めてしまったりとか、うん、なかなかやっぱりずっと周りにいるって難しいですよねって、そうですね、なんかすごく感じました、ね、なんか実際の小説は、うん、奥さん出てこないんですね。あ、なるほどなるほど、はいはい、あの設定としては主人公が一人暮らしをしている、東京に住んでいる一人暮らしのところが、はい、そうなって、行くって話で、ほとんど全編モノローグで語られている小説なんですけど、今おっしゃられていることにつながることなんですけど、それをやるとちょっと映画としても分かりにくいというか、世界が広がらないので、やっぱそれを見守る誰かっていうことを、うん、一応映画的には置くことで成立させようというふうに思って、はい、それの一つの案として実際の佐藤さんが自律神経失調症を患った時のタイミングっていうのが、はい、年表福間健二さんっていうの作家で、はい、詩人で映画監督である人がいるんですけど、はい、その人が書いた年表だと、うん、結婚してるタイミングなんですね。あ、なるほど。それだったらそこにちょっとあのフィクションっていうか、その原作にない奥さんっていうのを登場させてみようかということで、この物語をちょっと映画的に作り直してるっていう側面はあります。なるほどなるほどなるほど、はい、まあ、何よりあの、まあ、あんまり突っ込んだ話はともかくとして、あの東出さんの、まあ、久々の作品というかになるかと思うんで、主演作としてはそうですね、はい、でもやっぱすごくいい表情されてましたね。そうですね、東出君は良かったですね、はい、今回その演出するところで一番こう気をつけられたというかっていうのは何かあるんですかね。まあ、基本的に僕の作り方っていうのは、はい、まあ、本文がこういうことでもあるんですけど、いわゆる説明するような芝居をしてくれるなと、まあ、極端に言うと芝居しなくていいよと、うん、そこに生きててほしいというのが僕の望みで、うん、東出さんもいろんなインタビューで言ってますけど、うん、すごく彼は真面目で役に取り組む人で、佐藤康史、函館のシネマアイリスが作るのが5本目になるんですけど、はい、ブランド力っていうか、
あのいわゆる映画業界の中ではやっぱ圧倒的な力があるんですね、はい、だから出たい俳優さんがいっぱいいる、うん、で、こういう小さい予算の映画であろうとも東出さんがやりたいと割と二つ返事で本を読んでやってくれることになったのは、はい、まあ、そのブランド力の要素と、まあ、本を読んでくれて本を聞いてくれたことなんですが、一つは今先ほどからおっしゃってる自律神経失調症という病の問題があって、でこれっていうのは調べたりある程度何か作っていかないとできないことではあるんで、彼は彼なりにいろんな調べ方、友達とか知り合いとかあるいは精神科医に会ったりとかってこの撮影が始まる前にしてるらしいんですよ。ですけどある特定の病を患った人のおかしくなった人の話をメインの話ではありますが扱ってるのは誰でもどんな人でもそういう要素っていうか心の引っかかりとか病ってあるだろうと、病というかその闇みたいなものっていうのはそこに至ることがかぶってくれればいいので、事実とかそういうことよりもやっぱ何を抱えてるかっていうことがどう見えるかっていうことなんで、まあ、あの一生懸命考えてこういうことだっていう形、まあ、いや言ってみれば形なんですが、その形にこだわることをどうやって僕が取っ払ってやれるかなと。だから俳優っていうのはその最終的には自分が映るわけで、自分がいくら監督が演出してようが自分が映ってことっていうのはうまい下手あるいは良し悪しっていうのは俳優自身が背負うことなんで怖いことだと思うんですよね、はい、なんでそれは僕が OK だよって言ったら OK なんだっていうふうに信じてもらえる関係性をどう作るかっていうのが、なるほど、監督ってとっても大事なんで、はい、なんで僕はなるべく芝居をするなっていう方向にでどんどん作っていこうとする東出さんに対していいんだと、考えないでこの場にいてくれと、今函館という町があって純子がいてとかあるいは賢治がいてっていうことをただ感じてくれればいいんだっていう、はい、そのことで、もう一応いっぱい考えてきてるわけだから、うん、今は考えなくてただ感じてくれればいいんだという方向をこう飲んでもらうというか受け入れてもらえる状況をまずは、まあ、東出さんは特に主役だし、はい、彼が抱えてるものってとかあのいろんなことがあると思うんで、まあ、特に主役が大変だと思うんですよね。なのでそういうことを感じたと思うんですけど、もう片方では大東俊介という俳優さんが出てて、はいはいはい、大東さんに随分助けられた部分もあって、なんだろう、こんなに無防備で何にもしないで、うん、スクリーンの前にっていうかカメラの前に立てる俳優ってそういないだろうっていうふうに大東さんがいいなと思ってお願いしたんですが、それはあのうまくいきましたね。基本的には自然にその場にいてくれっていうことですね、こういう映画ですので。なるほどなるほどなるほど。まあ一つお芝居って記号でもあるんで、うん、今特に、アニメーション全盛期のこの時代、はい、あのどん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 あの人間の芝居も記号化されてってんですよね。わかります。キャラクターも記号化されてるし、はいはい、怒りという記号がそこに提示され、うん、喜びという記号が提示されるわけです、はい、だけど僕らが作ってるこういう映画って怒りと喜びと悲しみとかいう記号ではなく、その間のそれはもしかしたら怒ってるのかもしれないけど、うん、怒ってるなのかって、怒るということ自体がどういうことかっていうことがもうちょっとこう複雑っていうんじゃないですけど、記号ではない、いわゆるデジタルの時代に01ではないようなものを見せるということが、はい、こういう小さい映画のある種の使命でもあると思うので、そういうことをどういうふうに、見せられるかということを役者とのキャッチボールで作っていったって感じですかね。ぜひですね、あの関西で学ばれた、監督の作品ですから、たくさんの、関西の方にもたくさんご覧いただきたいなと思います、はい、じゃあ最後に一言だけじゃあ監督から、締めていただければと思います、はい、映画って入り口がどういう形でもいいと思うんです。あの東でかっこいいから入ってもらっても、あるいはなおがかわいいから入ってもらっても、でもっと言うとこの若者たち、かやをはじめとする林、峰勇気3人、はい、若者がいるんですけど、彼らのなんか初めほぼあの映画初めての出演です。彼らのみずみずしさというか、今空前のスケボーブームらしいですが、はい、あのかやはあの、オリンピックのどっちかの閉会式か開会式にも出てたらしいんですが、はい、
はい、結構なプロの スケーターなんで、はい、彼の滑りを見てるだけでもなんかすがすがしいものがあるので、はいはい、そこから入ってもらっても会にもある程度ファンがいると思うんですので、はい、そういうなんかスケボーをやってるやつらが一番スケボーがうまく取れてると僕は自負してますので、それも、そういうとこから入ってもらってもいいので、はいはい、より多くの方に見ていただければと思います。わかりました。じゃあ、まあ、いろんな入り口からですね、たくさんの、ね、はい、作品を鑑賞していただいて、まあ、ある意味その、はい、映画ってこういうその楽しみ方するんだよっていうのをこの作品通じていろんな方に感じてもらえたらいいなって思いますね。はい、はい、今日どうもあのお時間いただきましてありがとうございました。あの我々もその、ね、番組で扱う以上はあのまたこの作品のことはいろんな形で応援させていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、いえいえ、とんでもないです。今日はどうも本当にお時間ありがとうございました。どうぞ、ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。いや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 、なかなか濃かった ね、はい、ね、なかなか濃いけど、どうでした。でもなんかその監督のお話っていうか、いや、お話あのさせていただきたいなと思います。あ、なるほど。でも聞きたいですね。すごいなんか聞きたい、ね、いろんなこと聞きたいな、はいはいはい、まあ、また何か大阪来られることがあるらしいん で、ね、その時は、一緒に飲みに行きましょうと約束だけしてるので、ね、はい、あのよかったらまたみんなでね一緒に行けたらお願いいたします。ちょっと見てみてほしい。いやいや、いいですよ、いいですよ、本当にね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、はい、という感じでございます。まあ、はい、一応これ丸×なので、そうですね、はい、ありかなしかなので、はい、それでは、早速ですね、この、まあ、ありかなしか、はい、久しぶりに、もうほんまに久しぶりやから、なんか出し方忘れてんちゃうかな、はい、ということでやってみたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしか判定ということで、はいはいはい、はい、三つ丸が出ました。監督三つ丸出ましたよ。はい、大丈夫でした。はい、はい、ということでございます。いや、だからね、なんていうんですかね、やっぱね、まあ学校で今教えてはるともおっしゃってたんで、はいはい、すごいやっぱあの理論がすごい頭の中に入ってらっしゃって、うん、それをそのまま実践してらっしゃるって感じの部分もあると思うんですけど、うん、やっぱまあ我々からしたらすごい勉強になったなという、うん、そうですね、はい、もう10分もったいないなってなんか、はい、はい、あのもうお金払ってもいいからもうちょっと話聞いてたいっていう感じのお話ではあったかなというふうに思うんです、はい、やっぱり今監督がおっしゃってて一番印象的なのが、うん、僕が OK って言ったら、うんうん、オッケーっていうところを信じてほしい、はいはい、そう、いや、もうあれね、あ、すごいな、いや本当にね、やっぱ演出やってる人間としては、はい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 、その関係ができる現場ってすごいよなっていうね、そうですよね、うん、いわゆるそのプレスリリースって言ってあのそのプレス向けに出されてる、はいはいはい、いろんなその、役者さんが書いてるコメントとかあるんですけど、それも読ませてもらったんですけど、はい、どの役者さんも必ずその斉藤監督に全部任してるみたいな、斉藤監督にが そこにいていいよって言ってくれてるからそれでいいんだと思うみたいなこと書いてたりとかね、斉藤監督の存在をね、はいはいはい、あの安心感として捉えてるっていうところがすごいなと思いましたね、はい、まあ、あのぜひですね皆さんもあの草の響きですね、はい、また、公開されますんで、はい、公開情報この辺に出てますんで、ぜひ皆さんあの8日から要は昨日から、ね、昨日から、はい、公開しておりますので、ぜひ皆さんですね、見に行っていただければなと思います、はい、はい、ということで久々の、うん、このプレゼンありかなしかでした。どうもありがとうございました。はい、では行きます。歩み、はい、今日の質問コーナーです、はい、今日はねお二人に質問を持ってまいりました。まだねあの視聴者の方からの質問はまだいただいていないので、はいはいはい、私が気になることを質問しようかなと思っております。はい、はい、今ね、はい、71回目ですね、はいはい、この可能性である。でね、うん、この中で YouTube を始めて70回1年ぐらい経って、はい、2人のねこうトークがすごいじゃないですか、こう、ね、楽しんでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、前回は、うん、放送70回迎えて、はい、印象に残ったものは何ですかみたいな配信したんですが、うん、はい、今回は2人がこう、ね、トークしていて、うん、一番なんかこう思い出にあるトークの内容っていう感じで、人を繰り広げたトークをなんか、はい、これは面白かったぞって思うものとかって、はいはいはい、一
1年間通して何かあったかなと思って。いや、ありますよ、ありますよ、ね、めっちゃあるよ、でも頭の中でいろんなことこねくり回しながら喋ってる急に、急にの質問。いや、あのね、一番ね、あの大変なのは、あの、あれなんですよ、シスター系来た時がもう脳フル回転で喋ってるからあの、ものすごい疲れるんですよ。あの疲れるって別に彼女があの嫌とか嫌とかそんなんじゃなくて、彼女の投げるボールがね、あのまっすぐ飛んでいけへんので、あさっての方角から飛んでくるから、おーっとわーって、受け取ってこれ返すの、どうやって返すとか、そんなこと考えながら大変なんですけど、大阪さんってそんな、あの冒頭は投げないんですよ。冒頭は投げてない。冒頭は投げへんねんけど、はい、あのたまにね、あの、見えへんボール投げるときに、魔球消える魔球というかね、あのね、こう普通投げたら、こう前から飛んでくる。はい、ちゃうねん。こう投げたらもうこの辺で飛んでんのよ。でこうやった時にもうこの手の中になってて、あれ何のことやろう。であのしばらくしてからあれのことかみたいな。聞いてたその瞬間。そうやっと帰ってきたみたいな。おー来たみたいな、あの内容の時がたまにあって、俺ほんなら違う返ししてたかなっていうのを後で気づきながらそれを修正しに行くみたいな。あれこれ俺違うこと言ってる。なるべくセルフは走らんとね。本当にあのこの番組を実はというか、まあ、まあみんな分かってると思うんですけど、全くあの台本がないので、はい、コーナー枠の構成というか順番が決まってるだけで、それ以外何にもないですからね、はい、今日何の話しようかみたいなことが始まってるんで、はい、まあ、ある意味毎回真剣勝負ではないんですけどね、はい、まあ、だからあれじゃないですか、そのたまに今回ちょっとあの演劇論やるか、たまにはって言って、演劇論をありかなしかでやるっていうのもいいかもね。そうですね、うん、前もって例えば1週間前に言われてても、うん、まあ、その時に今日これねって言われた方がそう、あれと思いますけど、ね、まあ準備はまあ常にしとかないと、はいはい、そう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 、なんかね、1週間前から準備するとか、そんなんじゃない、ね、ない感じで ね、うん、いや、まあだから本当ね、この番組を やり始めていかにストックがあるかないかっていうのが大きいかなっていうのね、よくわかりましたね、うん、もうめっちゃ難しい話になったら、そう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 、だからゲスト来たりとかしてもね、あの全然分からん話とか、うわーってされた時はほうほうすごいな、質問もせんとこにもかかわらず、あのどうでしたって俺が振るみたいなところがね、なんて返したらいいやろみたいな、そのあと絞り出さないまあ、だからそういう角度でちょっと番組を見て楽しんでいただいてもいいんじゃないかなっていうか、はい、ありがとうございます。はい、私のね、この質問のコーナーではどしどし質問、お待ちしておりますのでお願いいたします。はい、はいはい、ということで、では次ですね、はい、高橋さん。はい、高橋です。シネマ 2U のコーナーでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、飛んできたんですね。そうですね。今日今、はい、一瞬フってこう飛んできました。はい。実はスタジオから2回目です。はい。FM 長崎の前から、はいはいはい、今日は特別編でお送りさせていただきます。はいはいはい。はい、ということで、はい、一応ラジオ局、ラジオ局の前にいるんで、はいはいはい、はい、真面目な映画なんですよ。はい、はい、僕はラジオという作品をご紹介したいと思います。はいはい、僕はラジオとね、題名聞きますとね、はい、この少年がなんか。ラジオ少年なんですけど、はいはい、こちらがですね、2003年のアメリカ映画です。実は元にした2003年のアメリカ映画、監督はマイク・トーリーでございます。音楽がジェームス・ホナー、タイナミックやアバターを作っております。はいはいはい、主演のラジオ役がキューバ・グッティン・グッジュニアでございます。はいはい、グローリア・シエノン更新とか出ております。そして、ですね、これ知的障害の青年と学校の先生のアメリカンフット部のコーチとの友情を描いたノンフィクション映画です。はい、そのアメリカンフット部のコーチを描く、演じるのがですね、はいはい、エド・ハリスですよ。はいはいはい、分かります。エド・ハリス来ましたね。はい、来年トップガンマーヴェリックが公開されます。そして、はいはい、愛と青春の旅立ちのデビラインガーも出ております。はい、ご覧ください。まあ、知的障害の、ね、方の、それはね、知的障害の方のですね、行動も描きながらですね、ずっと片付く時のですね、ラジオを話さないので、僕はラジオという、ラジオというネックネームを作られて、僕はラジオという映画の題になっております。はい、はい、
そうですよ。あのね、ちょっとね、学校のお昼の放送とかもして、大丈夫です。伝えてる、青年の話でございます、はいはいはい。ご覧いただきたいと思います。はい、伝わりましたでしょうか。動きと映画がついておりませんが、はい、はい、そして、はい、FM 尼崎ということで、はい、尼崎なんで、はい、これ紹介してませんでした。はい、来ました。忍たま乱太郎実写版です。2011年7月23日連全国労働省を出しました、はい、今ねこちらでもやってるんですけど、はい、尼子総合の漫画およびテレビアニメが原作となっています、はい。こちら実写版の方は第1巻、第2巻および第45巻の内容もありがとうございましたということでございますけども、はい、キャッチコピーが中本一郎が 200% 勇気、はい、主題歌は 100% 勇気で、はい、NYC が歌っております、はい。これ監督ね、またあれです、はい、三木監督です。このあ、そうですね、はい、1作目だけが三木監督で、はい、2作目は違うんですよね、はい、はい、でこれ、そうです、脚本はですね、今後ご紹介します、はい、オペレッタ「民木五年」の浦沢、はい、吉尾さんが書いております、はい、はい、そして主演が この間ね、はい、ドラゴンザクラで久々に大人になって出てましたけど、はい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 、子ども天と加藤清史郎が、はいはいはい、主演でございます、ね、はい、ほんで今年いろんな映画出た方もいろいろ出てますね、はい、寺島進さん、はい、そして中村獅童さん、はい、そして先ほど言ったオペレッタ「民木五年」今後紹介します、はい、タイラね、出ておりますね。そして、妖怪大戦争ガーディアンズも出ました、三浦さんも出ておりますので、はい、ご覧いただきたいと思います。こちらね、まあ、忍たまはね、皆さんご存知なんでね、尼崎のね、地名を、はいはい、いろんな名字にしておりますので、はい、その辺も、楽しんでいただけたらいいかなと思います、はい。これ1作目がね、あんまりヒットしなかったので、はいはい、2作目で全然違う映画会社に移って3作目以降は実写が公開されておりませんので、またよければ皆さん、はい、DVD とか配信で見ていただきまして、はい、パート3を作っていただきたいなと思います、はい。こちらの方でもやっておりますのでね、はい、よろしくお願いします、はい。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日はなんかあっち行ったりこっち行ったり、はい、そうですね。刺激的でしたね。いや、なかなか楽しいですね。はい、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 いろいろとなんか面白いお話ができてる気がするんですよね。はい、まあ、たまにはこういう回もあっていいんじゃないかなと。で、ね、はい、で、来週がですね、はい、これなんですけどね、こちらでございます。はい、ますか、はい、殿恐れながらブラックでござるっていうね、小説の、はい、作者の小説家ですねの、谷口まさみさんとね、これいつ出されたんですか。これね、つい最近です。これ知りませんでした。8月か、9月か8月くらいに出されてますね。そうですね、僕と坂部さんが同じそのシナリオセンターというところに通ってたんですけど、はい、彼女も実はそのシナリオセンターで、はい、まあ、僕からすると先輩に当たる方ではあるんですけど、はい、実はあれなんですよね、彼女脚本のやつで、うん、坂部さんが一回芝居をやってるという、そうですね、シナリオセンターの、40周年記念の、はい、ショートムービーで、はい、一応その時に主演の相手役っていう形でやられてたんですけど、その時の台本が、谷口さんの、はい、脚本で、はい、やっていた二人野田富士ですね、はい、と、はい、いう作品が一応ありまして、うん、その、脚本も書かれてた、谷口まさみさんが来週は、来られますんで、はい、ほんま久しぶりだよね、はい、つい近くまでなんかはい、マッサージかなんかで来てるとか言ってた、あ、そうなんだ、はい、その情報を得て、そうなんとかって言って盛り上がってたんですけど、はい、ということで、来週は、こちらの谷口さんのプレゼンをお聞きいただく形になりますので、はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、それでは今週はこれで終わります。ありがとうございました。